が地球にテレポートされたんだ。バーナクさんも心配ですが、今はブロリーのことが先です。何としてもこいつをここで倒さないといけません。帰ったり風景が変わったり、一体どうなってやがるんだ。まさかベジータ王子だった。そうだ、選ばれしサイヤ人のあんたならあれが作れるはずだ。なんだ貴様、何を言ってやがる。あんたに頼みがある。俺のパワーボールで大ざれになったのはあいつと戦うためだった。変身してすぐにパワーボールを破壊したのはあの野郎も大ざれにさせないためだ。こんな本当に倒せるのか。戦士が戦っているのにサイヤ人王子の俺がいつまで怯えているんだ。俺がベジータだ。はぁふんくそー、俺はサイヤ人の王子なんだ。驚いたよ、ここまでやるとはね。ざまみやどうなったんだ。奴は化け物は死んだのか。大丈夫。気絶しているだけですから。後のことは俺に任せてください。ナメック星の爆発と一緒にワームホールも壊れたわよ。めでたしめでたしだわ。伝説のスーパーサイヤ人、恐ろしいパワーの持ち主でしたね。見てたわよ。すっごいタフなやつだったわね。バーダックさんは本当に悟空さんそっくりでしたね。でもバーダックの方がワイルドで渋い感じだったよね。いい男よね。彼女とかいるのかしら。奥さんがいますよ。痛い痛い痛い。こらやめなさい時々。神様ジョークじゃないの。まったくもう。